スパムメールの英語を添削してみた。マジでピリオドが出てこない。はい、では文法結構むちゃくちゃなんで直していきますか。あ、これ入試で問われることありますね。遅いじゃないですか、ね、詐欺師にも英語力が必要ってことなのかな。はい、始まりました、もちゃチャンネル。さあ、今回はですね、スパムメールの英語を添削してみたというのをやってみたいと思いますね。いっぱい来るんですよ、スパムメールって。まあ皆さんも知ってるとは思うんですけども。そしてですね、スパムメール見るとですね、結構やっぱノンネイティブが英語で書いてるものっていうのがいっぱいあるわけですね。まあ詐欺なんですけど、その英語はちょっとひどいんじゃないのっていうふうに思ってきました。最近ね、ひどいものがいっぱい届くようになったので、まあせっかくなんで添削したいと思います。はい、ということでスパムメールをトイック満点講師が添削してみたっていうのをやっていきたいと思います。で、これ皆さんにね、多分役立つと思うので、英作文添削シリーズっていっぱいやってきてると思うので、きっと皆様の英語にも役立つと思うので、正誤問題やってる感じでやっていってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあツイッターにね、前に上げた時にね、これを添削する動画出してくださいっていうねコメント来たので、全然やるつもりなかったですけど、あ、せっかくならやってみようかなと思うのでやってみたいと思います。そうですね、皆様のリクエスト結構答えてますので、コメント欄にこういうのやってほしいっていうのがあればね、ぜひぜひいつでも言ってください。はい、それでは行ってみたいと思いますね。まあまず頑張って読んでみましょうか。このね、読むのめちゃめちゃ大変ですよ。これ何が言いたいのかがまずわからないので相当大変だと思うんですが、はい、読んでいきたいと思います。 Greetings from me to you. I have a proposal for you which you and I will reap a great benefit. My late father was a former minister of mine in Guinea-Bissau before he was jailed for 25 years for misappropriation of $66.5 million after 2 years of being in jail. I went to visit him in prison when he opened up to me as his first son that he deposited the funds in a securities company in Ghana. マジでピリオドが出てこない。 So he asked me to visit Ghana and also reach for a foreign partner who will receive the funds and invest it in his country in any good profitable venture. ということで、なんでこれさ全部カンマなんだろうって思ったよ。はい、では見ていきます。まず Greetings from me to you って、私からあなたへのご挨拶みたいな感じなんですかね。一体どこの国の言い方なんだろう。それを翻訳したのかな。まあ Greetings to you、 あんまやっぱり見ないね。アメリカだったら、ちょっとイギリスはわかんないですけど、 Seasons Greetings みたいな形でクリスマスの時にある表現ではありますね。季節のご挨拶、なんか日本だと季節のご挨拶お中元とかみたいなイメージですけど、クリスマスの時に書くのはありますね。で、まあよくビジネスとかでは誰だか分かんない人に送るときは To whom it may concern とかね、そういうのはあると思いますけど、カジュアルな感じで言うんだったら Hello とかね、そういうのでも、まあ Hello there はあんまないと思いますけどね、メールでは。はい、では文法結構むちゃくちゃなんで直していきますか。 I have a proposal、 提案があると For you、 Which はおかしいよね、どう考えても。だって Which 説が、まあこれ要素の分離、要素の分離とか言うのもなんですけど、分離で which 説がプロポーザルにかかるんでしょうけど、ってことは which 自体が名詞になるわけでしょ。主語とか目的語になんなきゃいけないのに、主語 you and I あるじゃん、目的語 great benefits ありますよね。だからもう置けないので、これ which おかしいですね。じゃあどうすりゃいいんだって言ったら、まあその前に a great benefits もおかしいですね。 a がついてるのに benefits って s がついてるのも変ですから、なんでここも直さなきゃいけなくて、 the great benefits で a をどかせばいいと思いますね。で、この後ろに benefits from を置けばいいと思いますね。そうすると from whichってことになるので、 from the proposal ですね。そのプロポーザルから利益を reap、 刈り取るですね。 reaper、 死神、その提案から利益を刈り取ることができると、そういった提案があります。 my late father ですね、亡くなっちゃったんですね。 late、 あ、これ入試で問われることありますね。遅いじゃないですかね。こですね、亡くなった。 father was a former minister of mines。 minister of mines っていうのはよくわからん。マイニングってことなのかな、これ掘るやつですね。多分それのことを言ってると思います。ギニービサー、ギニアビサーですね。西アフリカの国で、オリンピックの開会式の時にアナウンサーだか誰かわかんないですけど、その方がぜひ覚えてくださいみたいにね言った国そこから届いたのかな。 before、 まあカンマもいらないですけど、 he was jailed for 25 years、 25年間もいたんですね。 for misappropriation、 横領したんですね。 misappropriation ですね。これダラーのマークついてんのに、またダラーズってついてんだね
余分じゃねって思ったけど After 2 years of being in jail ってまあ一応文法的にするんだったら being の ing 形にするってこととかも入れないでしょ2 years in jail で、あ、そうか、ダラーズのところでピリオド打たなきゃいけないね、だからで、I want to visit him in prison、まあ、in prison って2回も言うのか there とかにすればいいんじゃないで、when he opened up to me これもピリオド打ってで、he opened up to me かな。だからなんかこう、打ち明けるみたいな感じですよね。私に打ち明けました。as his first son ですね。ああ、まあ長男としてってことですね。だから私長男に。で、that he deposited the funds、ファンドをこう預金してたってことだな。で、in a securities company、証券会社に預けてた。で、in Ghana、ガーナの。で、so he asked me、ask me はおかしいでしょ。手術、ask to ですね。過去だから。me to visit Ghana and also reach.Reach for a partner. Search かな? Search for a foreign partner かな? Who will receive the funds and invest it? Funds だった全部かな? In his country. In any good profitable ventures じゃない?まあ投資してほしいみたいな感じ言ったのかな?いや、むずいわ。ピリオドがないから。あ、Who will も変かな?もう必ずすることになっちゃうね。Who can receive とかじゃないと。それができる人。とかにしないといけないと思いますね。で、As I speak to you now, my father told me he deposited the funds as consignment for self-keeping, so the contract he signed with the company did not state the content of the boxes. The company only know he brought in gold to be kept for self-keeping. これもピリオドないの?めちゃめちゃわかりづらいな。As I speak to you now,As I mentioned みたいな形かな。もう言ったようにってことかな。My father が told me he deposited the funds を言ってましたね。As consignment. As consignment? わかんない。委託品って意味のコンサイメントかな。Self-keeping わからない。どういう意味なんだろう。保管とかの意味で safekeeping かな。もしかしたら。預けるってことかな。So the contract he signed は契約ですか ?with the company. そうなのこれ。ん ?did not state thatcontent of the boxes どういうことだ but なのかなそうじゃなくて but the contract did not state the contents かな contents of the boxes かなで、ピリオドでしょピリオド打って the company only knows S 必要だね he brought in gold どういうことだ brought gold かなで、to be kept for safekeeping かなその保管しておいてほしいって言ってゴールを持ってきたのは知ってるってことだと思う、おそらく。難しい内容。だから文法間違ってると相当大変だな。I want you to use your influence as a foreigner. 外国人としての影響。To contact a company attorney, 弁護士さん。Telling him, なんでこんなとこ看板なの ?Telling him that you are the beneficiary of the consignments and you want it delivered to your home address.ああ、ここは結構合ってるね。beneficiary っていうのはさ、ベネフィットを受け取る人ですね。これ難関大だと、まあ一応出てくることはあるかな、法学部とかだと。その委託してるものの受け取り、委託してるものがゴールドなのかな、じゃあ。で、ホームアドレスに送ってほしい。あ、ウォントのね、語文系で。SBOC の C の1に過去分詞が来るってやつですね。これも重要。で、let me know.Let 大文字ですね。Let me know if you're interested to help get this deal done. ね、これをするのに興味があるか。Help get the help の後ろに動詞の原型を置いて、get this deal done. ね、この取引を手伝ってくれるかって言って、なんだこの後ろ、スペースがあってピリオドになってる。いや、まあ明らかに詐欺ですけど、まあ東大のね、英作部にこういう詐欺ありましたけど、これ返事するとどうなんだろうね。最終的に、そのなんかゴールドを受け取るために、こんだけあなたなんかしなきゃいけませんよ、みたいなのが来るのかな。騙されるのこんなのに。騙されんのかなこんなので。わかりません。で、まあ似たようなのは確かにいくつも来てたんで、過去にね。ただこんなに文法ぐちゃぐちゃなのは初めて見たので、取り上げてみました。はい。なんかね、英語のメールが来たって思ってね、騙されないように気をつけてください。こういうのはね、本当に昔からあるものだす。ものだす。ね、はい、ものですので、はい、こういうのに騙されないようにぜひぜひお気をつけください。面白いな。どうだったでしょうか?はい。こんな感じで迷惑メールからもね、学べることはいっぱいありますので、いろんな単語だったりとか、表現で学べたんじゃないでしょうか。詐欺師にも英語力が必要ってことなのかな?ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.